足立チアキラは、北海道余市町出身の元のルディックスキー選手、スキー指導者、スキージャンプ審判員。北海道余市町大川町出身。北海道余市高等学校では、スキー部に所属。在学中、ジャンプ競技では、2年生時に、全道スキー大会準ジャンプ2位、全国高等学校スキー大会2位、3年生時に、 全国高等学校スキー大会2位の成績を残す。1958年、札幌鉄道管理局に入社。札幌鉄道管理局スキー部に入部した。当時の札鉄スキー部は、順ジャンプに秋橋信、大内誠一、距離競技では、工藤誠二、谷口明未来の有力選手を要していた。その中であだは1961年の、 HBC 杯を制覇するなど好成績を残し、1964年、インスブルックオリンピックの有力候補とみなされた。1964年1月、大倉山ジャンプ競技場で実施された、オリンピック代表選考会は6日連続の競技会、記録会だったが、1日目から好調で、2位、3位、5位、4位と安定したジャンプを見せた。 吉沢浩治、佐藤孝一、菊池貞を、笠谷正浦を脅かす上位入賞で最終日、前夜時点で選考委員から派遣選手内定を言い渡されていた。しかし最終日、1本目93メートルとし、迎えた2本目札のタイミングが遅れ大きく転倒し、全治1週間の脳浸透。目覚めた時は同日夜半10時過ぎ病院のベッドの上であった。 代表選手は次の日から井川城,城町での合宿、5日後にはインスブルック出発といった日程であったため、ドクターストップにより代表から外れる。1965年、ソビエト連邦サハリン州スキー連盟の招きにより、日本スキー選手団の一員として、ユジノサハリンスクへ招待され、スキー親善大会に参加した。カラフトが日本の死生下にあった太平洋戦争前、 北海道とのスキー交流は盛んに行われたが、ソビエト連邦市政下のサハリン州となった戦後に、日本人、スキー選手が、同州に立ち入るのは初めてであった。1969年に現役を引退。1972年札幌オリンピックに向けて、大倉山ジャンプ競技場の90メートル級及び、宮の森ジャンプ競技場の70メートル級ジャンプ台を、 それぞれ1970年と1968年に国際スキー連盟基準に基づいた設計で新設することになった際に、足立はジャンプ台のテスト所女飛行者を務めた。引退後は、高知、国鉄北海道スキー部監督、札幌オリンピック競技役員、札幌スキー連盟、北海道スキー連盟理事、全国鉄、JR スキー連盟理事、専務理事長、 顧問を歴任した。また、1981年に、FIS のスキージャンプ日型審判員ライセンスを取得。当時このライセンスを保持していた、日本人は他に8人だけであった。国鉄分割民営化後は、北海道旅客鉄道札幌駅条約を経て、1997年に退職。2020年上高血腸がんのため、札幌市内の病院で死去。 八十一歳没、ありがとうございます。